曹操軍が深夜に侵攻してきています。先方の部隊は曹仁でした。普通に強い武将です。曹操軍は人材が豊富ですから、基本的に出陣してくる武将は有名で強い武将ばかりだね。ゲームプレイの方で戦闘が勃発しそうなので、三国志8リメイクの戦闘システムを確認することにしましょう。どの辺が、なので、なのかがわかりません。相変わらずつなぎが雑ですね。三国志8リメイクの戦闘システムは、特に新要素としては紹介されていないですな。原作を踏襲しているということでしょうね。三国志14と同じターン制、ヘックス制となっています。親密武将との連携もありますよ。ほほう、三国志14と結構似ているのかな。どっちが似せたのかはわかりませんがね。先方は40種類に大幅増と書かれた記事がありました。うん、40種類か。三国志14は武将固有の戦法が多数用意されていて、100種類くらいあるんですがね。戦法は引き継がなかったのかな。どうでしょうか。汎用戦法だけで40種類あるのかもしれませんよ。なるほど。続報に期待だな。あとは戦闘前の軍議や一騎打ちが PR されていました。軍議では戦闘開始時の武将の配置や、策略の選択ができるようです。策略はその戦闘の総大将が戦闘中に実行できるコマンドで、強力な効果があるから慎重に選ぶべし。また、防衛側の場合は罠の配置を行うのも軍議みたいですね。罠にうまくはめれば戦闘を優位に運べるでしょう。さて、三国志8リメイクの確認はここまでとして、そろそろゲームプレイの方に戻りましょう。わかりましたー。前回、戦略フェーズで桃園の近い3人組プラス趙雲隊を負の付近に、関平隊と周総隊を平坦斬り要員として出陣させたね。当初予定通り、関平隊は平坦斬りに向かわせよう。あとは眼光、弓兵隊にした劉備と趙雲が前に出ちゃっているので、陣形が良くないな。関羽と張飛を前に出したいです。関羽が前に出る前に趙雲がぶつかっちゃいましたよ。あわわわわわ、これはまずい。お、関羽の一騎打ち、勝ったな。うははは。曹仁も決して弱い武将ではないんですがね。関羽は三国志で武力最強と言われている、よっと張り合う強さですからね。削り切れました。相手にとって不足。って言ってくれますね、関羽さん。そして先方も発動して曹仁隊を撃破。これで引いてくれるかな。こちらに巨匠からの加工とはまだ向かってくるようですよ。まあそうですよねー。まだ兵力では負けているからね。さて残りをどう調理してやりましょうかね。すぐ近くには利点隊がいますよ。利点隊はこれは投石隊かな。工場部隊であれば兵力は多くてもそれほど警戒する必要はないかな。とりあえずこのまま様子を見る。あー、利点隊は引いていきますね。うんうん、でしょうねー。あ、奪われた。地域怪獣の協約ですね。秘宝、劉備軍、民から慕われていない事実が発覚。いやいや、協約した側の手腕を褒めましょうよ。奪われたら奪い返す。武力でだ。そこは怪獣返しじゃないですか。いやまあ実際のところこの距離なら部隊を送り込んで歩を抑えた方が早いし確実ですがね。お金もかからないしね。あ、関平隊が襲われています。加工と相手ではひとたまりもありませんね。あー、まずいまずい。部隊を動かすのを忘れてしまいました。よかった、ギリギリ100残った。もう助からないのでは。まだ助かるはず。まだ助かる。言わせねえよ。あー、やっぱり間に合わなかった。少しでも気を抜くとすぐやられてしまいますね。兵力で負けているんですから慎重に進めてください。心得た。趙飛隊は少し引かせて関羽隊で当たるようにするか。関羽の方が若干ですが優秀ですからね。酒か。ちゃうわ。指示通り趙飛隊が前に出て。前に出ちゃダメじゃね。あ、これは趙飛の個性ちょっとですねー。あー、あったなー、そんなの。敵が近づいてくると命令を無視して突っ込んでっちゃうやつね。もうこれは趙飛隊はコントロールできない前提で考えるしかないな。とりあえず周総隊は平坦を切りに向かわせつつ、
加工トン対は艦2隊で迎える形にしましょう。もう長飛は勝手にやっといてくれ。結果的には悪くない陣形になったかもしれませんね。あとは何かイベントが発生しているようですよ。あ、3個の例の前編ですね。おおもうそんなに経っていたのですね。早速実行、ポチッとな。はい、会いませんでした。あとは3ターン、1月ごとにイベントが発生して、2ヶ月後には無事諸葛亮を迎え入れられるでしょう。ワクワク。上司の戦法、万人敵。連携も含めて7700ダメージです。オーバーキルー。加工トン隊に発動して欲しかったが。お？艦は加工トンに一騎打ちを仕掛けました。勝ったな、ガハハハ。加工トンも十分に強い武将なんですがね。完勝とはなりませんでした。やるなぁ、トンに。ただ平坦切りもうまくいったので、あとはもう大丈夫かな。西が片付いたら次は北ですね。巡遊か。軍師系の武将だな。もう少し様子見で。超運のパンチかけ。加工トン撃破。さて北からの巡遊隊に対応しよう。とりあえず周走は平坦を切りに裏に回して、他3人は攻撃で。巡遊は深夜ではなく周走の方に向かってくる動きを見せていますね。あ、いつの間にか西からまた総人隊が来ていますよ。おっと忙しくなってきたな。一旦艦は入場させて兵力を回復させよう。で、周走は巡遊に接敵しないように、一マス離れたところで待機、劉備と趙雲と合流して次ターンで交戦かな。イベントは3個の例の中編ですね。はい、会えませんでした。なれ、周走が攻撃されている。ああ、巡遊隊、参考人だ。弓兵隊なので2マス攻撃が届きますね。相手の陣形まで見ていなかった。これだったら突っ込ませるべきだったか。なんか負けそうですが大丈夫ですか。ぐぬぬ。一度引いて体勢を立て直すしかないか。任せろ。まずは西の総人の対処から、平坦切り用に2部隊。戦闘用に艦を、先方は突撃だけにして出陣。お、せっかくの固有戦法、軍神、は使わせないのですか。クールタイムが突撃の方が早いからね。序盤の敵部隊が少数の時は突撃の方が良かった気がするよ。なるほど。劉備と趙雲は騎乗できず、撃破されました。趙雲は負傷してしまいましたね。まあまあ戦死しなかっただけよしとしよう。関羽の援軍として劉備と助手と関夫人を出陣。あとは北の巡遊の平坦切り用に収走を。ついてこい。そしてなんかイベントが起きているな。あ、助手猿、ですね。あれ、特に何かした覚えはないけど条件を満たしちゃったのか。助手の身分が一般になったようです。どうやら劉備が出陣中の間、助手が深夜の大衆になっていただけだったようです。身分って大衆のことだったのか。他だと軍団長は提督になるのと、軍師と在野の身分があるようです。いずれにせよ引きこもりで大衆を維持するのは難しかったですね。発生してしまったからには無視するわけにはいかないか。ポチッとな。助手が劉備軍から曹操軍に移りました。いなくなるだけじゃなくて曹操軍に加わるのか。これはつらたん。とりあえず空いてしまった軍師枠には関羽を。そして3個の例、後編ですね。とその前に義勇兵のイベントをやっておくか。確か定期的に兵力がもらえるイベント。兵力が小さい間の救済イベントですね。ありがたく兵力をいただいておきましょう。改めまして、3個の例です。天下3分の計だね。残念ながら3分の1になれるほど、勢力を大きくする予定はないけれど。諸葛亮と諸葛金、光月英が配下に加わりました。よーし、諸葛先生のお出ましです。といったところで今回はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。